巻の島の戦いは、米戦争終盤の1814年7月26日から8月4日に、アメリカ合衆国ミシガン州の巻の島をアメリカ軍が取り戻そうとした戦闘である。結果は、イギリス軍守備隊と同盟インディアンの対象に終わった。ミシガン湖とヒューロン湖の間の牧野海峡にある、巻の島の砦は、戦前からアメリカの重要な交易基地だった。 地域のインディアンに影響を与え、統制するためにも重要だった。インディアンは歴史文献で、ミチリマキノと呼ばれることがある。1812年7月18日、イギリス軍正規兵とカナダ人、ボヤジュール及びインディアンの混成部隊がマキノー、鳥出包囲戦で島を占領した。アメリカ軍守備隊がまだ戦争が始まったことを知らない時のことだった。 この戦勝の知らせにより、それまでは中立だった、あるいはイギリス軍に就くことを決めていなかったインディアン部族に影響を与えることになり、1812年の間はイギリス軍が戦闘で勝利することがいくつか続いた。イギリス軍はセントジョゼフ島の守備は放棄し、牧野直島の防衛に注力することになった。1812年の残りと1813年の大半。 イギリス軍はデトロイトを保持していたので、マキノの島も安泰だった。アメリカ軍がマキノの島を攻撃するとすれば、まずデトロイトを取り返しておく必要があった。1813年9月10日、エリーコの古城戦でアメリカ軍は決定的な勝利を挙げ、そのことでデトロイトを取り返し、その後に起きたテムズの戦いでも撤退するイギリス軍とインディアンを破った。 冬に湖が凍る前に牧之島を取り戻す、遠征隊を派遣するには遅すぎたが、それでも牧之島に対するイギリス軍の供給船を遮断することはできた。第41不評連隊のリチャード・ブロック隊員が指揮する牧之島守備隊は食料が足りなくなり、地元から魚やトウモロコシを購入したが、冬の終わりまでに備蓄はかなり厳しい状況になっていた。 1814年2月、グレンガリー系総付評連隊のロバート・マクドゥアル、中佐が、牧野の島との通信線を再構築し、基地の指揮を取りを命令された。マクドゥアルの最初の任務はヨークから、ヤングストリートと、シム高校を経て、ジョージア湾に流れるノッタワサガ川まで供給線を、開くことだった。ノッタワサガ川は、そこからの航行が、岩や浅瀬で妨げられるとしても、 町シュ主案のペニタングイシーン町で基地を設立した方が良いので選定された。しかし、シム高校からペニタングイシーンまでの経路は30マイルに渡って改良する必要があり、それは冬の間はほぼ不可能なので乗ったわサがまで陸路を運ぶ方が短く、より容易に改良できるものだった。マクドゥーアルの部隊はロイヤルニューファンドランドフェンシブルの90名と、 4門の、ヤホーを操作する砲兵11名だった。さらにスクーナ HMS、ナンシーの乗組員を補強するために21名の水兵も連れてきた。ナンシーは、セントジョゼフ島で再偽装され、また30人の大工が30隻の平底船の建造を援助していた。4月19日、マクデュアルの平底船が、ニューファンドランド兵、砲兵。 水兵と共に川を遡り始め、4月25日に湖に到着した。5月18日には、牧野島に到着し、植えた守備兵と同盟インディアンに大量の食料をもたらすことができ、しかも途中の悪天候で船一隻を失っただけだった。数日後には、カナダのインディアン部、ロバート・ディクソン中尉が事実上の指揮を取る、インディアン200名によって補強された。 マクドゥーアルは、島の守備を強化する命令を出した。現存する砦は、島の南側にある港を見下ろす、尾根の上にあったが、それ自体が別の樹木の多い尾根に見下ろされており、そこが島の最高地点だった。1812年、イギリス軍はこの尾根に大砲を運び上げ、砦を降伏させていた。マクドゥアルの部隊は、上の尾根に防御策と商用剤を建造し、 それをジョージ・トリデと名付けた。しかし、マクドゥアルは、ウィリアム・マッケイがプレイリードシーンの基地を取り戻すために、遠征隊を派遣したので、その守備隊の勢力は弱くせざるを得なかった。1814年、アメリカ軍は、北西部州と巡州におけるイギリスとインディアンの、ケガワ易同盟を分断するために始めた、大きな方面作戦の一部として、巻の島奪還の試みを始めた。 アメリカ合衆国海軍長官、ウィリアム・ジョーンズが、巻きのお島攻撃を支援した。これには、エリーコのアメリカ戦隊艦船を使うことになり、この時点では他にあまり使い道がないからだった。ミズーリ順州知事のウィリアム・クラークが、ミシシッピ川沿いプレイリーズシーンの基地に遠征隊を発進させ、巻きのお島への遠征隊は、 デトロイトで準備され、ダンカン・マッカーサー巡将が、前進基地として、ヒューロン湖の南端にグラティオット砦を設立した。7月3日、アメリカ海軍、アーサー・シンクレア大将の指揮する、ブリック艦と、砲艦5隻の船体がデトロイトを出港し、ジョージク・ローガン中佐の指揮する上陸部隊700名を、運んだ。この部隊は、アンドリュー・ホームズ少佐の指揮する旧後白へ、 正規不評大隊と、オハイオ州民兵隊からの志願兵大隊で構成され、他に、砲兵の文献隊がついた。アメリカ戦隊はまっすぐに、牧野のお島には向かわず、最初に、イギリス軍が牧野のお島に物資を送り出している、町田市手腕の基地を探った。アメリカ軍は、それがペニタングイシーンにあると思っていた。霧が出ており、アメリカ軍には、 入り江や隠れた岩礁の多い地域に詳しい水先案内人がいなかったので一週間もその湾で費やしたが何も得られなかった。続いて1812年にはイギリス軍基地だったセントジョゼフ島に向かったがそこは放棄されていることが分かった。部隊は放棄された基地を燃やしさらに数セントマリーにあったカナダウエストカンパニーの基地も燃やした。 アメリカ軍は7月26日になって牧之島に到着した。その到着が遅くなったことで、マクドゥアルには十分な時間が取れ、セント・ジョゼフ島と数セントマリーを守っていた民兵隊に個中隊を呼び寄せて守備を強化させた。アメリカ軍艦船は2日にわたって、鳥を砲撃しようとしたが、砲弾の大半が鳥の周りの野菜畑に落ちて被害を与えられなかった。 シンクレアはイギリス軍の商用塞であるジョージ砦があまりに高いところにあり、海軍の大砲でも届かないことが分かった。霧が深く、アメリカ戦隊は一週間というもの、砦から遠くにいるしかなかった。やっと戻ってきた時に、クローガンは8月4日に島の北側に上陸することを決めた。そこは1812年にイギリス軍が上陸した地点とほぼ同じだった。 そこからは森の中を進んで昭洋祭を攻撃することにした。アメリカ軍のブリック艦と砲艦は上陸地点周辺の森を砲撃してインディアンを潜ませないようにしたが、それで吸収する機会はなくなった。マクドゥーアルは攻撃されるのを待たず、薪のお取り出に25名の民兵、昭洋祭に二十五名を残しただけで主力を前進させ、アメリカ軍の前進してくる道筋にあった空地に、 直面する強壁を占領した。その部隊は、ロイヤルニューファンドランドと、地元で募集したミシュガンフェンシブルの140名、およびウィスコンシン側からのメノミニー族インディアン150名で構成されており、マクドゥーアルが使うことのできる部隊の中でも、そのインディアンが最良の戦士だと考えていた。これに6ポンド砲1門と3ポンド矢砲1門があった。アメリカ軍が、 森の中から空き地に現れた時、彼らはイギリス軍大砲の容易な餌食になった。クローガンは六ポンド砲2門を持ってきていたが、一方で、オハイオシガン兵に前衛を務めさせて、イギリス軍の左翼に回らせ、正規兵の文献隊は森の中を右翼に回らせた。これらのミサオ軍は地形の難しさゆえに、大変ゆるりと進行した。その進行中に、鳥の西に、 別のアメリカ軍部隊が上陸したという嘘の報告があり、マクドゥアルはそのニューファンドランド隊とミシガンフェンシブル隊を交代させたが、アメリカ軍正規兵部隊はインディアンの待ち伏せにあった。ホームズ少佐やその他の士官2名を含めアメリカ兵13名が殺され、正規兵の副指揮官ベンジャミン・レシェエ隊を含め51名が負傷した。アメリカ部隊は混乱状態となった。 一方、マクデュアルは背後に上陸部隊が稲ことが分かり、自部隊をその陣地に戻らせた。アメリカ軍正規部隊が大きな損失を出して混乱し、マクデュアルの不評部隊が戻ってきたことで、クローガンは自部隊に森を抜けて、湖浜までの撤退を命令した。後に残された負傷兵2名が捕虜になった。アメリカ兵はボートで艦船にこぎ戻った。 牧野のおとりでは終戦までイギリス軍支配のままとなった。アメリカ軍遠征隊はその後乗ったわさが川の基地を突き止め8月15日にそれを占領した後デトロイトに戻った。イギリス軍は乗ったわださが川の避難所になっていたスクーナーの HMS ナンシーを自沈させたのでアメリカ軍の手には入らなかった。シンクレア大将は牧野のお島の封鎖のために 砲艦のアセスタイグレスとアセススコーピオンを残しておき、守備隊が飢えて翌春までに降伏してくることを期待していた。その後にあったヒューロン湖の戦闘では、両艦ともイギリス軍に捕獲され、イギリス軍が地域全体を保持することになった。現在のアメリカ陸軍には、この戦闘に参戦したアメリカ軍部隊の後継部隊であるとする部隊が5個存在する。 牧野大島の戦場跡大半は現在1898年に区画割りされたワワシカモゴルフリンクスの中にある。ありがとうございます。